日本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは、質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題です。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から、国民の生命、財産を、24時間365日、守り抜くための能力を抜本的に向上させることが可能であるとして、イージス・アショア2機を導入すると2017年に決定しました。イージスとは、ギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことです。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できず、イージス・アショアの配備を断念し、これに代えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表しました。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできません。敵はミサイルを保有するだけ撃てるのです。上記決定を盤石のものにするため、2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されました。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわかりません。ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されています。中国の軍事力の整備は特に進んでいます。日本は、最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換しました。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することです。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではありませんから、限定目標の攻撃になります。攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展するでしょう。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃については、それぞれの専門部隊が実施すべきです。イージスシステム搭載艦は、飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきです。日本の周りは海です。敵のミサイルは海を渡ってきます。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務です。2022年12月16日、ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施しました。ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したが、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したのです。ウクライナの送電網はこの日までに1000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しました。迎撃ミスはないようにしてもらいたいのです。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りません。図1をご覧ください。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいのです。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があります。各海域に常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うと3隻は必要です。また、ミサイルの再補給は、洋上ではほとんどできません。港へ帰らなければならないのです。太平洋に1カ所は少なすぎるが、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できでしょう。つまり4タス海域に3隻で、
計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるでしょう。海上自衛隊は、令和4年時点で、既存のイージス護衛艦を8隻保有していますが、これらの艦は、本来的に、護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動します。日本本土を、弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として、初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったのです。2500年前の中国で書かれた標本書、真護湖は、敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いています。まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていきます。ロシアの超音速対艦巡航ミサイル、ツィルコン等の対艦、対空、対潜ミサイルは除きました。中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルの種類を図マイナス2に示しました。中国及びロシアは、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中です。マッハ5を超える極超音速兵器は、弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になります。中国は、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ、目標に到達する機能を持っています。さらにまた、中国は、YJ-18 を発展させた CJ-100、ディフェンダー100、コチ100を開発しており、このミサイルは、ターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びています。中国、ロシア、アメリカも、極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイルも、日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきました。今や極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化しています。低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいのです。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第2砲兵を2015年にロケット軍と改名しました。日本を射程に収める信用基地には、射程距離 1750km 以上のディフェンダー21や DF-31 が多数配置されています。2022年8月に中国が行った軍事演習で、与那国島から 80km の地点に弾道ミサイルが落下しました。2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めています。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外のすべての国を合わせたものよりも多いのです。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされています。北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルの種類を図マイナス3に示しました。北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しています。北朝鮮は2022年11月18日、型で世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功しました。この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、距離 999.2km を4135秒約69分間飛行して、
朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾しということです。宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がったのです。2022年3月25日北朝鮮は火星15号を高度 6000km に達し、1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させました。10月4日には火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させました。飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されています。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目です。北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われます。ロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルの種類を図-4に示しました。ロシアは多種類のミサイルを製造しています。中でもカリブルは今後数件、ロシアの長距離攻撃の主力となるでしょう。陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っています。対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得ます。また、追戦型もあり、魚雷発射艦から発射する追戦ミサイルのスタンダード版になるとされています。発射母体は、地上の発射台付き車両、テル、艦艇、航空機、潜水艦です。陸上攻撃型である 3M14T と 3M14kg などを呼称 SSN30A は射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追従も可能です。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアはRS-28 サルマとサタン2の実験に成功したと発表しました。プーチンが2018年の年頭教書で、アバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しました。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約 200km で切り離され、マッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体です。イージスシステム搭載艦の概要、防衛省は令和5年度予算案に、イージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求しました。構想では、イージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているそうです。基準排水量約2万トンはいつも型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みです。イージスはショアで配備する予定だった米ロッキード・マーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことです。同省は、船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしています。しかし、この大きさでは、速度が 33km、H18 ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km、H30 ノットで行動するときついていけませんし、護衛艦の足手まといになります。既存イージス艦8隻など、他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければなりません。イージスシステム搭載艦は、陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標です。日本本土を狙ってミサイルを発射しても、途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたら、ミサイル発射の意味がないわけですから、敵は
まずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするでしょう。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があります。護衛がついたとしても次艦にも対空、対艦、対潜水艦戦能力は必要です。ソナーやヘリコプターも今や不可欠です。日本近海で行動するにしても護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶です。その点からイージスシステム搭載艦は当初案より小型化し、機動力を高め、既存イージス艦と同等の各種戦能力、機動力を保持するよう計画されています。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1ですが、この乗員で、この艦の能力発揮ができるでしょうか。一部乗員は、陸上自衛官で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているそうです。上期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されています。迎撃多数反撃要領前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようです。ロシアとウクライナの関係のように、高い軍事力を持つ国がある時、侵略の意思を持つ場合もあり得る。日頃から相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力である。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に、政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には、自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていた。しかし、日本は、これまで、反撃能力を政策判断として保有してこなかった。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一二式地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施、継続する。-5 に、イージスシステム搭載艦による弾道ミサイル及び巡航ミサイルの迎撃を要図化しました。イージスシステム搭載艦には、大気圏外で弾道ミサイルを迎撃するリム161スタンダードミサイル3、SM3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使えるリム174スタンダードミサイル6、SM6 も搭載する計画です。また、反撃に使用する装備品として、12式対艦ミサイル能力向上型、艦上発射型を搭載する方向です。また、既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しています。火星17号を迎撃する場合を例にとりますと、弾道ミサイル迎撃用 SM3 ブロック2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされています。6000km から弾頭が真空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒です。SM3 ブロック2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければなりません。反撃のために、テルを12式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、テルはミサイル発射後すぐに移動しますので、ミサイルを発射したテルを撃破するとなると、非常に難しい任務です。
情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約する J ジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠です。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足りません。この点からも、イージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠です。